ャオビームチャンネルです。よろしくお願いします。飛びます懐かしいね、九州のやつ。今回はですね、アニメももうね、3月に入ってますし、はいはい、2月ぐらいから新しいのが始まったりします、うん、プリキュアとかね、うん、新しいのが始まりました。ハグッとプリキュア、はいはい、僕も大体そういうのって曲を絶対聴くようにしてるんですよ。オープニングとかは見るようにしてて、まあ、今回もなかなかいい作品なんじゃないかなと、はい、僕はプリキュアの思い出って言ったら、その2人はプリキュアっていう、うん、まあ、一番最初プリキュアの中の一番最初のやつは全部見たんですけど、はい、結構面白いですよね。あ、そう、おすすめ、ぜひ見てください。はい、なんか全然見る気ないやん、それ。はい、とか言って。プリキュア、プリキュア、あ、それはもう初代のプリキュアですね。知ってる。その歌がでもマックスハードもう一回ね、マックスハードってね、あったりとかね、プリキュアの歌なかなかいいんですよ。プリキュアのモードの歌もね、なかなか良かったりとか、まあ、エンディングがね、やっぱこう踊ってる感じになってるんで、まあ、皆さんもね、真似して踊れるような感じになってますよね。うん、で、今回そのプリキュアの中からの商品を一つ紹介しようと思います。はい。これですね。はい。ハグとプリキュアの、キュアフレンズぬいぐるみ、キュアアンジュちゃんの、ぬいぐるみになります。一応まあ僕がそのちょっとこうエンディングとオープニング見た中で、3人ね、プリキュアちょっと見かけることができたんですけども、うん、はいはい、ピンク色の、まあ、髪の子と、この青色の髪の子と、まあ、黄色の子と、うん、まあ、3人いるような形になってました。で、まあ、バンダイさんの方から、まあ、これ発売されてるんですけども、そうですね、他の2人のやつももちろんありますので、まあ、そちらもね合わせて、チェックしてをね、お店の方にね買いに行ってほしいなと思うんですけども、はい、この中にですね、プリハードデラックス変身タッチフォームってね書いてあるんですけども、タッチフォーム、はい、その変身アイテムなんかもまあ、こういう発売中と、ああ、そうだね、発売中ですよねっていうふうにも書いてあります。なるほど、こういうぬいぐるみとかグッズと合わせて、そうですね、こういうのもありますよっていうのを、ね、紹介されてる、紹介されてると。なるほど、やっぱそのプリキュアやっぱ子供にやっぱ人気ないよね。うん、うん、で結構シリーズ長いでしょ。かなりです。僕はだって2人はプリキュア見たらいつやろう、小学校か中学校ぐらい。だって前なんか映画化かなんかされた時にオールスター、はい、ったよね、あったよね。初代やっぱ強かったっすもんね、オールスターの時ね。そう、うん、あの2人やっぱレジェンド的な扱いなのかな、うん、まあそんな感じだと思うんですけど、まあこんな感じで、まあこの商品がですね、まあ結構ちょっと品薄になってるところもあったりとか、ああ、ところによってはなかなか手に入らない、手に入らなかったりとか、ね、まあ、全体にこういう、まあ、新しいシリーズが始まるとね、うん、それの関連商品とか新発売になったりすることが、まあ、うん、まあまああると、はい、まあいった状況で、はい、だから欲しいなと思ってる人、迷ってる人はね、すぐに買いに行ったらいいんじゃないかな、うん、僕は思ってますし、はい、まあそう生産的にね、うん、何でもかんでもガーッと作れるもんではないですから、ね、まあ欲しいと思った時に買うっていうのが結構重要だったりしますよね、はい、まあ世のね親御さんにとってはちょっときつい話かもしれないんですけども、まあなかなかね、うん、まあまあ全体的にね、まあまあ、今の袋にこれ入ってるんですけど、まあこういった感じで、まあ結構よくできてますよね。うんうん、からすごい楽しみですし、そうですね、いろいろ展開がねありますね。まあアニメとしても楽しみですし、まあいろんなねグッズとか、そうだ、ね、まあ商品っていうのもまあ出てくるでしょうから、まあそれも合わせてね、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。はい、皆さんもね、ぜひ近くのね販売店とか、まあ量販店さんに行ってですね、まあ、実際に目で見ていいなと思ったらね買うっていうのも、うん、まあ、おすすめですので、ぜひね買ってみてほしいと思います。はい、では本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。本日も動画視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画聞いてくださった方はぜひグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはツイッターも配信しておりますので、皆さんも気軽にフォローよろしくお願いします。お願いします。